あれなんか副社長がなんかあまりこうよろしくないなんか準備をしてた、うん、パリピライト、あ、パリピライト、ほんまや、ちょっとやってみよう、どういう感じになるか。リード、おはな、これステッチですね。いいっすね、めっちゃいいじゃないですか。こっから見た人衝撃やん。あげちょっと音量下げますね。モノマネって意外と一つ何かできたらそっから派生していろいろできるんですよね。例えばまあ前で言うとあのモアイさんみたいな声出しできたら、うん、みたいな、みたいなができたら、うん、あの長澤くんとかができるんですよね、うん、から君は本当に卑怯だねっていう。でこっからまあ藤木くんもできるんですよね。これからちゃうわ、こんなやったっけ、忘れたけどっていう感じで、まあ、意外と派生していくんですよ。あ、井上陽水、皆さんお元気ですかっていう、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに大丈夫ですか。でも声塚にねありますよ、あなたの探し物ありますよっていうのができたら、さて何ができるでしょう。あー、これクイズ、実はクイズになってた、はい、ハーテルアリバーサイ、あ、わかん、僕できないっすわ。ハーテルアリバーサイ、似てるな、ハーテルアリバーサイ、ハーテルリーブサイ、あーリーブサイ、皆さんお元気ですか。またや、また始まった。こんばんは。あのこの井上陽水ができるとあるレジェンド的なスポーツ選手と芸人ができます。わかったわ。三輪さん、あ、三輪明宏さんね。お前にさんを救えるかってやつね。菅総理も、菅総理のモノマネ声そんなまともに聞いたことない。あ、長嶋さん、長嶋さんってどんなやったっけ。あー、うーん、どうでしょうですね。あ、それうーん、どうでしょう、うん、黙れ小僧。三輪さん正解。あー、松井、松井、そうなんですよ、これね、はい、ホテルリーリーベサイができたらもう松井秀喜のはいができるんですよ。それだけ。ただね、あの松井秀喜はもう喋りできないです。はい、しかできない。はいはいはい。まあ、松井とね、もう一つね、芸人さんというか、まあ、これも結構ベテランの方、これも言うたら野球ちょっと関係してたな。お、MJ さん正解でございます。なるほど、巨人、そうです、オール巨人ができるんですよ、これができたら。はいはいはい、ホテルリーベサイができたら、うん、読むね、君ね、バンバンって似てるわ。オール巨人の世界一早いこんにちはっていうのができるんですよね、うんうん、っていうのができるという、うん、パンパンされる、パンパンされる、ありがとうございました。